モンゴルのポーランド侵攻。モンゴルのポーランド侵攻は、バトゥの生成のうち、1240年後半から1241年にかけてのトゥルスクの戦い、フミエルニクの戦い、レグニツァの戦い、モヒの戦いなどのシロンスク公、ヘンリク二世へ率いるキリスト教騎士修道会と、ポーランド軍を壊滅させた、諸戦闘の総称である。バトゥに率いられた。 モンゴルの西方遠征軍は1236年に中央アジアを出てボルガブルガールを侵攻し1237年から1240年にかけてルーシ侵攻を行いボルガブルガールやルーシ諸国を完全に圧倒したモンゴル軍はこれで征服を終えることはなくさらに西を目指しポーランド及びハンガリーへと侵入したは全ヨーロッパを侵犯させた グレゴリウス旧正教皇は、前キリスト教徒に対し、ポーランドを救援してこの異教徒襲来と戦うべしという証書を発している。騎士修道会は、ポーランド小王公と共同防衛をするよう命じられる。ポーランド侵攻軍は、チャガ大家のバイダル、オゴデイ家の古伝、ジョチ家の長兄オルダの三人の将軍に率いられ、1240年後半には、偵察活動に入った。 彼らに率いられたモンゴル軍のトゥメン、万人隊は、すでに占領していた、ボロディームイルイコールボルインシキー、当時キエフルー資料で、後に、ハールイチボルイに対抗国領となった、ボイ2広告の町、ゲウクライナボルイーニ州から抗軍を開始し、最初に、ルブリンを略奪し、1241年2月13日に、バイダルとコデンはコウタビスワ川を溶かして率いる。 ポーランド軍の守るサンドムイルを包囲し、陥落させたトゥルスクの戦い。モンゴル帝国のヨーロッパ侵攻軍は三軍団を擁していたが、モンゴル軍はサンドミエ氏から複数の部隊に分かれて行動した。バトゥヒキールモンゴル軍本隊はカルパチア山脈のからパンノニア平原に入ってハンガリーに進撃したモヒの戦い。オルダの死体は、 ポーランド中部と中北部を荒らし、から北はを経由して、ブルツワベクまで進んだ後、南天使、を蹂躙して、ブローツワフに向かった。一方、当時ポーランドの諸公達の中で、最も勢力を持っていた公の一人である、シロンスク公、ヘンリク二世は、レグニツァ近辺で自軍と同盟者の軍勢を招集した。ヘンリク二世はさらに軍勢の規模を大きくするため、 シロンスク広告で最も大きな都市の一つだった、ブローツワフを見捨て、モンゴルのアラスに任せた。バイダルが率いる死体は、から、ポーランド南部に進撃した。3月18日にフミエルニクの戦いで率いる、クラックフとサンドミエシュの連合軍が再び敗れ、ウラディームイルが戦死するとポーランドは、パック状態となった。3月24日、市民が見捨てたクラックフ氏は、 モンゴル軍によって包囲され、焼き払われた。バイダルが率いる死体は、その後、ポーランドの南部、西部のビトム、ナチブシュ、オポーレを蹂躙し、ブローツワフでオルダの死体と合流した。一方、ヘンリック二世は、ボヘミアから、バーツラフ一世の率いる大軍が救援に来るのを、待っていた。バイダルとコデンが、ブローツワフを包囲するかを試案中に、ヘンリック二世の軍勢に、 ボヘミアの援軍が近づいているのを知った。バイダルとオルダが率いる二つの死体は、ブローツワフを離れ、ヘンリク二世の軍勢が、ボヘミア軍と合流するのを阻もうとした。4月9日、モンゴル軍は、レグニツァ近郊のレグニツキエポーレ、ポーランド湖でレグニツァのので、ヘンリク二世へ率いるポーランドドイツ連合軍と対峙した、レグニツァの戦い、ワールシュタとの戦い。 ポーランドドイツ連合軍には主力となるドイツ騎士団、オポーリコーミエシコ2世の軍隊、トゥルスクとフミエルニクで敗北したポーランド軍、そしてテンプル騎士団とホスピタル騎士団のメンバーたちと少数の外国人義勇兵が加わっていた。ヘンリクの軍勢は敵と同数かそれ以上の数の軍隊を要し、有効な戦略を採用していたが、組織、規律、武装、 経験に勝るモンゴル軍には全く歯が立たず、4月9日の戦いで大敗、ヘンリック二世は戦死した。モンゴル軍はレグニツァ城を占領しなかったが、ブローツワフなどのシロンスク広告領内を欲しいままに、略奪して回った。ポーランド攻撃に従事した後、バイダルとオルダの死体は、ボヘミア軍との衝突を避けて5月には、ハンガリー領モラビア、ゲンチェコ東部地方に移り、 1241年にオロモーツデを行った。そこでハンガリーを精神中のバトヒキエル本体との合流を待った。4月11日バトヒキエル本体は、モヒの戦いでハンガリー軍を破るとバイダルの死体と合流し、孤立していたバーベンベルクやフリードリヒ2世のウィーンを目指した。この時期の欧州は、グレゴリウス9世とフリードリヒ2世を支持する。 ロンバルディア同盟とが対立した強皇派と皇帝派の対立の真最中であったが、1241年8月22日にグレゴリウス9世が逝去し、10月25日のコンクラーベで選出されたケレスティヌス4世も11月10日に死去し、ローマ教皇はインノケンティウス4世が即位する1243年6月28日まで不在であった。しかし、 翌1242年、大ハーンオ王デーが死ぬと、ハーン家の王子たちは、帝国の首都カラコルムで開かれるクリル隊に集まって、次の大ハーンを選出するために、モンゴルへと帰り、ウィーンは、モンゴル軍による破壊と占領を免れた。3月、モンゴル軍は、キロで、ボスニアセルビア、第二次ブルガリア帝国を通過したが、イバンアセン二世が、バトゥ軍を攻撃した。翌年、バト軍は、 第二次ブルガリア帝国へ復讐戦に戻ったが、第二次ブルガリア帝国が和解金を支払うことに同意したため、戦闘は回避された。ポーランドの分裂状態を収集して、国家の再統合を実現しつつあったシロンスク公、ヘンリク二世の死により、ポーランド統合は白紙に戻った。このことは、シロンスクのポーランドから離脱する事態を生み、14世紀に、 ポーランド国家の統合が実現するまでに、シロンスクは、ポーランドの領域から外れてしまった。1245年には、ガリツヤ軍に、ポーランド王国、ハンガリー王国が加わり、ヨーロッパ側の最前線であったハール・イチ・ボルイーに、大公国、現在のウクライナ。当時、ルーシと呼ばれた地方へ侵攻し、ハール・イチ・ボルイーに大公国が、ジョチジウルスに侵入した。 1246年ライタ川の戦いで、ハンガリー王国のベーラ4世とハール・イチ・ボルイ、対抗国の連合軍が、オーストリア公、フリードリヒ2世を廃止させる。1248年バーベンベルク家の断絶に、付け込んだ、ボヘミア王をたかる2世がオーストリアなどの支配権を獲得。1250年12月13日に新生ローマ、皇帝フリードリヒ2世が死去。 1253年になってに、新教皇インノケンテウス四世は、ハールイチボルイーニ大公、ダヌイーロに対し王位を与えジョチウルスを牽制した。1256年に、バトが死去すると、ダヌイーロは、モンゴルからの独立を宣言し、教皇も反モンゴル十字軍を呼びかけたが、応じる国はなかった。ダヌイーロは、バトの部下であるクレムさんが率いるモンゴル政権と、幾度か戦ったものの、 1259年に、モンゴル軍に降伏した。さらに、最初のポーランド侵攻から18年後の同年、ベルケの統治下にあったジョチュルスの軍隊2万人、ニトゥメンガリトアニアを襲撃後に、第二次ポーランド侵攻を開始した。この軍隊の指揮官は、ノガイトであり、モンゴル軍は、ハールイチボルイーニのレーブダヌイーロビチラを先兵として、ルブリン、ザビホスト、 クラックフそしてビトムを略奪したが、ベールケにはポーランドを占領したり征服する意図はなかった。教皇アレクサンデル四世は、この襲撃の後タタールに対する十字軍を組織しようと試みたが、失敗した。1260年クレッセンブルンの戦いで、ハンガリー王国のベーラ四世がオタカル二世に敗れる。百六十五年二月には、東ローマ帝国のミカエル八世。 パレオロゴスは、マムルーク朝、エジプトに対抗するべく、娘のデスピナを、イルハン朝に突がせようとしていたが、フレグが急死したため、息子のアバカに突ぎ、同盟関係になった。1262年の以来、イルハン朝とジョチウルスは対立関係にあったため、1265年7月に、野外率いるジョチウルス軍は、ミカエル八世、パレオロゴスの東ローマ帝国に侵攻し、 撃破した。ミカエル八世は、娘エウフロシュネー、ユフロザニペイリアロッジナを野外に突がせ、東ローマ帝国は、ジョチウルスとも同盟した。1278年マルヒフェルトの戦いで、ボヘミアのオタカル二世は、神聖ローマ皇帝ルドルフ一世と、ラースロー四世の連合軍に敗れ、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝が、欧州の有力な勢力となる。モンゴルは、 1286年と1287年にも、野外による小規模な第三次ポーランド侵攻を行った。1286年、トラブカはロシアの諸公数人と共にポーランドへと侵入し、いくつかの都市を攻略した。侵入軍は2万人のポーランド人捕虜を韓国に拉致していった。しかし1287年のトラブカと野外が指揮した、侵攻は失敗に終わった。 ルブリン、マゾフシェとは略奪できたものの、モンゴル軍はクラックフで敗北した。ただし、クラックフは結局は略奪を受けた。この際のモンゴル軍は一ト面もおらず、これはキプチャクハンがクが1284年から始まったイルハン国との紛争に軍隊を動員していたためだった。モンゴル軍はポーランド総力軍に立ち打ちできる規模ではなく、包囲を破るための技術者も、 城壁を突破するための装備も持ち合わせていなかった。彼らは対象行列を襲い、いくつかの小都市を焼き払ったが、結集したポーランド軍に追われた。レーブザヌイーロビチは、ハンガリー王国のザカルパッチャ地方を奪い、ポーランド王国のルブリン州を占領すると、チェコリトアニアドイツ騎士団と同盟を結び、反モンゴル政策を鮮明にした。その後も、ポーランド王国。 およびポーランド・リトアニア共和国は、キプチャク半国の後継国家である、クリミア・タタールと国境をめぐる争いを続けた。一方、この侵攻の後に、ドイツ人の東方植民は本格化していく。ポーランドの分裂と戦乱、幾度ものモンゴル侵攻や、住民の拉致もあり、ポーランド西部の広告軍は13世紀には、急速に衰退した。荒廃した。 シロンスク地方の復興に際しては、ドイツ人が西方から招かれた。人口圧力と領主からの弾圧に悩むドイツ農民は11世紀から12世紀にかけて、ポーランド諸公の勧誘を受けて東方へ入植しいたが、13世紀のモンゴル侵攻後は、これが顕著となっている。東方植民の結果、シロンスク地方の上流社会は、ポーランド人のシロンスクピアスト家の人々が支配した。 シロンスクのバスト諸公はポーランド語などポーランドの文化はかなり後の時代まで保持したもののその一方で神聖ローマ帝国との政治的な結びつきを深めていきさらに商工民や農民からなる民衆社会は主に都市を中心として急速にドイツ化台が下るごとに言語や文化がドイツ的になっていくことをしていったこの結果シレジア地方はポーランドの他の 各地方とは異なる独特の社会、外交構造を形成していく。シロンスクピアスト家は、ドイツ社会をはじめとする西欧社会を利用することで、ポーランド国における政治的発言力を強めようとし、この政策を用いて、シロンスクピアスト家の主導するポーランドの再統一を実現しようとしていった。1410年のグルンバルトの戦いでは、シロンスクピアスト諸侯の多くは、 ポーランドの伝統的な継承王家であるピャスト家とは、血縁のない、ヤギエウ王家のブワディスワフ二世を担ぐ、ポーランドリアニア連合の形、実際は、ブワディスワフ二世でなく、クラクフ公国すなわち、マオポルスカ地方の貴族たちや、マゾフシェ、シロンスク、ビエルコポルスカの各地方の諸公が、ポーランド政治の身を握っていたに反対し、シロンスク・ピャスト家による、 大井奪還を目指してドイツ騎士団方に援軍を送っている。一方、モンゴルのポーランド侵攻は戦術面でもポーランドに多大な影響を与えた。ポーランドは景気兵の利点を生かすモンゴル人の戦い方を理解するとそれを取り入れ、また対策法を編み出していった。ポーランドによる戦術の改良は早くも13世紀終盤にはモンゴル人の撃退に いくつか効果を発揮し始め、モンゴルによるポーランド侵攻の試みは成功しなくなった。また、15世紀に入ると、モンゴル系のプカタタール人たちの多くは、社会的に寛容なことで知られるポーランドを選択し、景気兵部隊として、ポーランド軍で活躍することになる。騎兵の機動力を重視したポーランドの戦術は、後の宿敵をすまん取ることの長き戦いにおいて、 最大の効果を発揮した。フス戦争1419年から1434年では、ボヘミアとポーランドを中心とするフス派信者がヨーロッパ史最初の火器と言われるを使用した。1453年のコンスタンティノープルの陥落では、ハンガリー人のウルバンが開発したウルバン法でオスマン帝国軍が砲撃した。ボヘミア、ポーランド、ハンガリーは、 いずれもモンゴルの侵攻を受けた地域でヨーロッパにおける夏季の発達史において初期の中心地となったアジアへはポルトガル製大砲が伝来した日本へは1576年にキリシタン大名として知られるオートモ・ソウリンのもとにフランキ砲が伝来したのが最初の記録である中国へ逆輸入された大砲は1626年のに 演数会が使用したの記録がある。クラックフでは、モンゴル信仰の名残は、ナイコニク、トランペット曲に見ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。